プラスチックトックスの完全リモートで行うアニメーション制作メイキング動画。Hey everybody! はい、皆さん、こんにちは。私たちはプラスチックドックスという4人組のロックバンドです。 Here come on! 今回は完全リモートでアニメーション動画を制作しました。その制作過程をご覧に入れましょう。まずは演奏を録音します。メンバーが個別にリモートで録音。レフトハンド、ライトハンド、ベリーファースト、エキサイティング。早すぎて指が見えない、全然見えない。でもご安心ください、見えてます。たとえどんなに速くてもしっかり確認して録音していきます。バッチリ確認、オールオーケー。イエー。ドラムのパートもリマートで録音です。私たちの曲は全てオリジナルソングです。ヘッドホンでグライドワインを聴きながらドラムパートのみを録音します。録音音源はインターネットで送付します。レコーディング中は譜面をほとんど見ていません。置いてあるだけです。オンザテーブル、ギターのレコーディング完了。おいや、全てのパートの録音が終わったので、これから音源をまとめていきます。全体のトーンやボリュームを整えていきます。よし、音源の完成だ。コングラチュレーション。ここからは小道具制作だ。心の準備はいいかい。アニメーションの写真撮影をします。いろんなポーズで撮ります。メンバーからピクチャー届いたのでアニメーション用に編集します。明るさを整えてから全てプリントアウトします。できた。プリントアウトした写真を厚紙に貼って切り取り、アニメーションの登場人物を作ります。厚紙で土台を作り、その上から人物を貼り合わせます。背景やドラムセットも準備します。小道具の完成です。コマ撮り用の素材が揃ったのでアニメーションの撮影を開始。 iPad で撮影していきます。ラップアップコーンのコマ撮り開始。ひたすら並べて撮影を繰り返します。この後美味しくいただきました。10秒のアニメーションを作るのに約100枚の写真が必要です。いよいよ最終段階に入りました。ここから全ての動画をまとめます。よっしゃ、全体を調整して完成です。おっと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 。はい、皆さんいかがでしたか。このようにして我々のアニメーションは完成しました。ではまたライブでお会いしましょう。アディオス、ごきげんよう、さよなら。